皆さんこんにちは。今日はセリアとダイソーでの購入品を紹介したいと思います。今回もサンリオだけの購入品紹介になります。新商品もねたくさん見つけてきました。まずはセリアでの購入品から紹介します。1点目はワンプッシュ式ウェットシートの蓋です。今回可愛いね蓋がたくさん出ていたんですよ。後ほど紹介するんですが、こんな感じでねいろいろ出ていました。まずメロクロちゃんです。毎日ウェットシートは持ち歩いていて、主にね手口拭きに私使ってるんですけど、もうストックがなかったので買いました。メロクロちゃんデザインでとっても可愛いです。本当に便利なんですよね。ストッパー付きで1枚ずつ取り出しやすいタイプの蓋になります。手口拭きとかお尻拭きとかに使ってます。で、あとこのサンリオキャラクターズのデザインです。こちらはねミニサイズです。色味もとっても可愛いです。そしてこちらもサンリオキャラクターズのデザインです。なんかすごくシンプルでいいですよね。蓋はグレーです。こんな感じで私は3つ購入しました。最近のね必需品アイテムです。続いてはポーチになります。ミニフラットポーチを購入しました。もうね見つけるたび買っちゃうフラットポーチです。表側なのかな、表側はマイメロちゃんで後ろはクロミちゃんなんです。お花のねデザインですごい可愛いんですよ。ミニサイズでちょっとしたねコスメとか入れるのにいいかなと思います。フラットポーチはいろいろ購入しまして、あとこちらのデザインも買いました。寝ているねすやすや寝ているデザインなんですけど、ビニールポーチミニオネームというデザインです。すやすや寝てます。裏はねデザインがないんですけど、こんな感じでマイメロちゃんが寝てます。あとですねクロミちゃんも買っちゃいました。こちらは他にもキャラクターがあったかな。私はメロクロちゃんデザインを購入しました。で、あとこちらです。このねちょっとコミック系の柄のフラットポーチですね。こちらねマイメロちゃんのポーチかなと思いきや、後ろはクロミちゃんになってます。コミック調のねデザインですごく珍しいなと思って思わず買っちゃいました。はい、フラットポーチね何個あっても買っちゃうんですよね。はい、こちら購入しました。続いて最後はこちらです。アルミパックですね。保温と保冷ができるものなんですけど、こちらも先ほどと同じコミックデザインになってます。サンリオキャラクターズのデザインですね。クロミちゃん、キティちゃん、プリンくん、シナモンくん、キキララちゃん、ポチャッコくん、マイメロちゃんかな。はい、キャラクターいっぱいで可愛いです。お弁当入れるのにもいいですし、私は離乳食ポーチにしようかなと思って、はい、こちらに購入しました。セリアでの購入品は以上です。続いてダイソーでの購入品を紹介したいと思います。まずじゃじゃん、こちらです。こちらはマーメロちゃんのパイルフード付きタオルになります。
ちら娘ちゃん用に購入したんですけど、お風呂上がりとか水遊び後にいろんな用途で大活躍というタオルなんですけど、こちらね300円商品です。可愛くないですか。マイメロちゃんのお顔のフードがついていて、こちらクロミちゃんもあったんですけど、娘ちゃん用なのでマイメロちゃんのピンクにしようかなと思ってこちらにしました。いちごがねついていてすごい可愛いです。最近ちょこちょこね暑いので水遊びとかするんですけど、こういうねタオルすごく便利なんですよ。で、スナップもついているので羽織ったりもねできたり、すごく便利そうです。はい、こちら買ってみました。あとはまたまたポーチです。メッシュケースになるんですけど、メロクロちゃんデザインでブラックでねすごくシンプルなケースになってます。お薬手帳とか入れるのにちょうどいいかなと思って買ってみました。続いてこちらです。スライド式クリアパックの S サイズを2種類購入しました。持ってないデザインがあったので買ったんですけど、こちらね娘ちゃんの毛が合いとか、あと離乳食とかねよくこれに入れたりしてるんですよ。あとお菓子とかね入れるのに便利だったりして、最近すごく消費するので買っちゃいました。こういうねちょっとしたアイテムがサンリオだとすごくモチベが上がるんですよ。なんかちょっとカバンに入ってると癒しだったりしますね。まずこちらがマーメロちゃんとキティちゃんとクロミちゃんのデザインです。で、ここがねリボンになってるのもポイントかなと思います。こちらはねサンリオキャラクターズのデザインです。こちらもリボンになってます。すごく可愛いですし便利なので一つあってもいいと思います。はい、ダイソーでの購入品は以上です。はい、こんな感じで今回はセリアとダイソーでの購入品紹介でした。少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。